新入生の皆さん、いよいよ見学が始まりそうですね。その前に29日から学年や時間を区切ってオーケストラ部も活動を再開することになりました。活動再開にあたって本拠地である講義室はコロナウイルス感染防止のために様々な対応をしました。まずは指揮者を中心に 1.5 メートル間隔で黄色のテープを貼りました。同時に弦楽器奏者用には 1.5 メートル、管楽器奏者用には2メートル間隔で目印を作成しました。その他に管楽器奏者用にアクリル板、ビニールカーテンの設置、管楽器用の水出しの際にペットシートを利用するなど、さまざまな対策をしています。その他に練習時には再度検温、当たり前ながら手洗い、アルコール消毒、何よりも体調が悪いときは無理をしないということを前提に再開していきます。今回はこの間に配信した12本の動画の総集編ということで、少しずつ各回を紹介していきたいと思います。ぜひこれを機にその1から12までの動画を見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。その1は4月の12日配信でした。一度延期になった中学校入学式の日の前日に合わせて配信を行いました。今シーズンのインスペクター3人からのメッセージと、フィギュアスケートでも有名な曲、仮面舞踏会の演奏を配信しています。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。私たち3人は高校2年生で、今年度オーケストラ部の中心となるインスペクターになりました。その2は木管楽器障害です。ポピュラーなフルート、クラリネットの他に、とても魅力的なサウンドのファゴット、オーボエの紹介と元気な男子部員からのメッセージです。こんにちは、木管バードです。木管はフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットで構成されています。その3ではバイオリン、ビオラを紹介しました。ヨラパートです。特にバイオリンとそっくりのビオラの長所を案内しています。メロディーの引き立て役になることが多い楽器です。しかしビオラパートのメンバーは個性の塊、そんなパートをまとめるのは一苦労ですが、みな和気あいあいと過ごしてまいりました。その4は金管打楽器の紹介です。最後には自宅待機中の部員のリモートでのデュエット演奏も紹介されています。その後はチロ、コントラバスの紹介です。最後には華やかなエンディングのチャイコフスキー作曲交響曲第6番悲壮の三楽章とともに、期間限定公開だったので今は見ることができませんが、中止になった定期演奏会が予定されていた日に配信されたオンライン第13回定期演奏会の予告もありました。その6は合宿特集です。残念ながら今年の夏合宿は中止となりましたが、例年はこのような感じだという参考にしていただければと思います。また今年度も春合宿は実施予定です。その7は重下先生の師匠、ウィーン在住のクルトシュミット先生との特別演奏会のご紹介です。今年度も2月実施に向けて調整中です。練習が終わった後聞いてみると、なんとなくは分かったという意見が圧倒的です。これは学校での英語の勉強と、もう一つ音楽は世界共通の言語だということを体感できる時間でもあるのかなというふうに考えております。その8、その9は私たちの定期演奏会で必ず実施しているポップスステージについてのご紹介です。オーケストラはクラシックばかりという概念を打ち崩します。創作ミュージカル美女と野獣、オリジナルステージアラジン、ぜひご覧ください。部長さん、おはようございます。どこ行くの？音楽室よ。バイオリンを練習するの。それはもうとっても素敵なメロディーで。そうか、それはよかった。頑張りなさい。ホールを最大限利用した客席からの登場で会場の皆様の目を引きました。みんな大好き、ジェニーでーす。
この10は1年生の皆さんと一番一緒に活動する時間が多い中学生の部員による部活動紹介です。これから見学も開始されますが、その前にオーケストラの先輩を知るチャンスです。最高学年としての自覚を持ち、周りに迷惑をかけないように気をつけながら行動することです。綺麗な音を出せるように頑張りたいと思います。1年生の時には弾けなかったような難しい曲も弾けるようになりたいです。新入生が楽しく活動できるように自分なりの工夫をすることです。その11は普段のオーケストラ部の活動場所のご紹介です。音楽の部活だから音楽室行けばやってるでしょと思うのは大間違いです。音楽室 A ではマーチングバンド、音楽室 B ではハンドベルブが活動しています。先輩2つの音楽系部活がある中で生まれたオーケストラ部は、特別棟地下の講義室で練習をしています。ただ夏休み前の見学期間中はフルセット礼拝堂で活動予定なので間違いないと思いますが、この動画でぜひ場所を覚えてもらえればと思います。そしてここには茶室と講義室がありますが、間違えても茶室に入らないようにしましょう。講義室の中はこんな風になっております。普段私たちはここで練習しています。その12は私たちの学校の文化祭観覧祭のご紹介です。今年度は残念ながら9月には実施されないようですが、こちらも例年の様子を参考にしていただければと思います。紹介させていただきます。この喫茶店も観覧祭の準備期間中に看板等の飾り付けや劇の準備、メニューの試作などを行います。こうやって見ても普通に生活している日々が急に変わってしまうということ、そして当たり前のように過ごしていた日々がいかに大切だったかを痛感しました。少しずつ外していく中では日々を本当に大切にしていこうと考えています。皆さんもぜひ私たちと一緒にオーケストラをやりましょう。心よりお待ちしています。楽しいですよ。